アラフォー以上の男性は好きな女性に対してもちょっとねおかしな行動をすることがある、女性からしてみるとねこんなことされてる以上は私好かれてないのかもしれない、そんな風にね、思うことがあるかもしれない。しかしこんな言動があったとしてもね、彼はあなたのことを好きなんです。じゃあ彼はどんな行動を取るのか、好きな女性にもかかわらずやってしまうアラフォー以上の男性の行動とは何か、今日はこの問題についてねご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。こんにちは。せっかく15分余りの動画を撮ったにもかかわらず全く音声が取れていなかったためにまた同じ話を繰り返している小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントをご紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しください。彼があなたを本当に好きかどうかという問題は、まあ、大前提としてはねあるんです。しかし、まあ、彼のねこういう言動があればあなたのこと大体好きよと、それがアラフォー男性であろうがねアラフィフ男性であろうが、まあ、こういうことをねやってる男性はあなたのことを大事に思ってるし大切に思ってるというね、動画こちらでね、最近ご紹介させていただきました。リンク先はね、ここに出ています。まあ、こちらを見ていただいて、あ、確かに私愛されてるよねという実感をね、持っていただくことができた方っていうのは少なくないと思うんです。一方でねそう思いながらも、いや果たしてこういう言動をされるんだけど、まあ一方ではね愛されてるようなことをするんだけど一方では全く愛されていないようなこともされている、これって果たして私愛されてるんかねと、本当かな、そんな風にね、感じる方も少なくないと思うんです。特にこういうことをね、まあ、たとえ好きでもねアラフォー以上の男性っていうのはやっちゃったりするんですよね、全く悪気なく。だからこういうことをされていてもあなたは別にねそんなに嫌われてるわけじゃないですよと、まあ、いうことを今日はね、この動画の中でご紹介していこうと思っています。もちろん個別具体的にはね、こういう状況ああいう場合はどうなのというね、思うところあると思います。まあ、その場合については僕の個別セッションの方にお越しいただければあなたの状況環境、お伺いさせていただきながら、個別具体的なね問題解決の方法について、アドバイスさせていただいたり、またね一緒に問題解決のための取り組みをしていくことができますので、まあ、こちらに、リンク先、またねお申し込みフォーム出てますからこちらの方から、日程等をご確認いただいてね、お申し込みしてください。ということでね、まあ、アラフォー以上の男性はちょっとねこう女性からしてみると理解しがたい、好きなのにこんなことすんの、これって好きじゃなくないっていうふうにね、思うことをするんだけど、大丈夫好きだから、こんなことをしていても彼はあなたのこと好きですよというね、まあ、いくつかの、言動、本当に好きなのに本当は好きなのについついやってしまう、おかしな行動、5つ、そのうちの1番目はこちらですね。はい、まあ、これあるあるですね、あるある、返信をしない、LINE やね、メールの返信をしてこないのはなぜなのかという話ですね。まあこれはもうこのチャンネルの中ではねずっとご紹介させてもらってるんですけど、まあ、単純にね、他に用事があるというか、彼の中での優先順位がそれほどねそれほど高くないというか、優先順位は高いんですよ。高い。あなたからしてみても高いんでしょう。でも彼にとっては仕事があったり、まあ寝たりとか、まあ映画を見たりとかね、まあゲームをやったり、お友達と遊んだりとかね、まあそういう時間の方が大事だったり、まあそういうことを考えたりしたりすることが多い。まあ男性は常に、まあシングルタスクというかね、一つのことしか考えられない。仕事やってるときは仕事なんですね。お友達と遊んでたときはお友達のこと。ゲームやってるときはゲームのこと。まあ自分が今夢中になっていることに対して頭がいっぱいいっぱいだから、まああなたからのメールが来ました、LINE が来ました、はい、そうですかと、理解はしてますよと。じゃあ、それは今返信しなきゃいけないことなのかというと、あ、ちょっとゲームのこと考えなきゃあかんとか、ね、なんかお家のこと考えなきゃあかんということがあるから、じゃあこれはちょっと後で返しとこうと、いうことで、まあこっちのことやってるだけの話なんでね、あなたが嫌いだから返信をしないのではなくて、彼はそれを、ね、他の優先順位と比べて、ちょっとあまり高くないぞというふうに判断をしてるから、返信をしないというだけの話であってね。だから、優先順位の高い問題、例えばあなたがね、体調が悪いとか、何か助けを求めているとかね、例えば明日の約束、ね、ちょっとこう日程をリスケしてほしいなとか、まあ、即時返信を求めるような具体的にね、まあ、彼から見てもあこれはすぐに返信しなければならないぞと思えるような話であれば彼多分返信してくるはずなんですね。まあ、多分返信してきてると思うんです今までも。
ただどうでもいいようなね、今日のね、まあ野球はどこが勝ったのとかね、高校サッカーはどこが優勝したのかなとかね、まあそんな話とかは別に、それは今すぐ、今聞かなきゃ、ね、いけないこと、今答えなきゃいけないのか俺、というね、そんな無意識が働いていくんです。それはあなたを好きかどうかということは関係なくね、彼の脳機能の一部というかね、彼の、まあ、パーソナリティの一部として、そういう、まあ、なんでしょうかね。切り分けが成立しているので、だからあなたに対して返信をしないということは、あなたを嫌いをね、あなたのことを好きじゃないということを意味しているわけではないと。だから好きでもね、返信をしてこない。だから、それは彼にとっての LINE の返信に対する、またメールの返信に対する価値観、またね、あなたの期待とのギャップということによって生まれてるだけの話なので、まあ返信が遅いからね、好かれてないとか、返信がね、まあないから、嫌われてるんじゃないかとかね、そのことはね、あんまり考えない方がいいですよ。いや、でもね、最初は付き合った初めの頃は一生懸命連絡をしてくれた。でも今してこないっていうことは、今までしてきてくれたのに今してくれないっていうことは、やっぱり愛情が冷めたに違いない。そういうふうにね、言われる方、いつもいらっしゃいますが、それね、関係ないですからね。最初はあなたを釣るために、奪いに行くために、本来はやらないことをやってただけの話であって、今が本来だからね、今が通常運転なんです。だから前は一生懸命アクセルガンガン踏んでたけど、今はアクセル離してね、普通の状態。だからこの状態で、彼は普通なので、まあ返信が来ないかどうか、まあ返信が遅いかどうかっていうのは、あなたをね、好きか嫌いかとはあんまり関係ない。まあだからあなたのこと好きであることに変わりはないので、まあそこはね、信じてあげていいのかなと、思います。ということで2番目ですね。はい。これもね、あるあるですね。あなたと会えたことや、あなたが何かしてくれたことに対して喜ばないんですね。ね、せっかく会えたんだから、まあもっと嬉しそうな顔してほしいとか、まああなたがね、料理を作りましたとかね、あなたが何かをしました。まああなたがね、プレゼントを渡しましたとか、まあ電話一本でもそうだし、あなたが彼のために何かをやってくれたことに対してね、何故かこうね、当然意識というか、まあちょっとこう上から目線というかね、はぁ、みたいな、はぁ、みたいな、はぁ、当たり前、みたいなね、まあそんな態度だったりするわけです。あれ、私なんかちょっといらんことしたかしらとかね、私なんか本当は好かれてないことをやったかしらとかね、思うかもしれない。でもね、ここはもう男性の本能として、まあいつもね、これもチャンネルの中では言ってますけど、やっぱりこう群れをね、大事にするので、まあ群れというのは、何によって成り立ってるかというと、やっぱり階層によって成り立ってるんですね。階級によって成り立ってるんです。上下の関係なんです。その時に彼は、やっぱり極力ね、あなたと彼という関係の中では、やっぱり最初はね、まあ最終的にはあなたの下に入るんだけど、あなたの上でいたいんですね。男の、これプライドとしてね。プライドとして、だから自分がこう喜んでしまったりとか、嬉しそうな顔をしてみるとね、やっぱこう自分が施しを受けているような、ちょっとね、プライドが邪魔するんですよね。もうなんか施しを受けてる自分、あ、俺情けないやつだっていう風にこう勝手に意味付けと解釈を変えて、あ、これは喜ばないでちょっと上から目線でね、こう自然に余裕をぶちかましている方が全然ね、俺の方が偉い立場でいられるよっていう風な、まあそんな感覚でいるので、なかなかね、あなたに対して喜びの態度を示さないっていうのがまず一つ。そしてもう一つ要素としてあるのは、やっぱりね、喜び方を知らないっていうのもね、あるので、まあ特にアラフォー以上の男性でお一人身でいることが多かったりすると、まあなかなかね、こういう、まあ和気あいあいとかね、こう人と触れ合いながら、まあいろんなね、交流をしながら、こうリアクションをしていくことがあんまり得意じゃない。まあ何かに対してね、こう喜びの表情を表したりとか、まあ感謝の気持ちを表したりっていうことがね、あまりこう得意じゃなくなっていくっていうこともあったりするので、だ悪気はないんですよね。だから、喜び方がわかんないというか、あなたにそう、どう見せていいのかわかんないというね、そういう問題もあったりするので、だからあなたが何かをしたことに対して彼が喜ばないからといって、あなたのことを好きじゃないんじゃなくて、まあ単純にマウント取りたいか、まあね、こう自分のプライドを守ってるか、喜び方を知らないか、まあどっちかだったりするので、まあそこはね、あんまり気にしないであげていただきたいなと思います。さあ、そして、3番目ですね。はい。まあ、これ怒るかもしれませんけど、でもね、しょうがない。あるんでね。他の女にね、目を向けるんですね。他の女を見てしまう。他の女を見るっていうのは、例えば通行していてね、歩いていて、まあ、他の歩いてる女の子、あ、可愛いなって目をやったりとかね。まあ、テレビ見ながらね、こう、チャンネルガシャガシャ変えながら、なんか美女が出ていると、あそこでチャンネル止めてみたりとか、まあ、何かしらね、こう、他の女性に目が行ってしまう。これはね、ある意味男の本能みたいなものだから、まあ、しょうがないですよ。男の人は、まあね、もう、よくお分かりのように、やっぱり、
極力ね、やっぱり多くの女性と関わっていきたい。まあ、それはなぜならば、まあ、自分の子孫をね、より多く残していきたいから。まあ、女性は女性でね、より、強い子を残していきたいっていう、また別の話があるんだけども、まあまあ、男性はね、数多くっていうのは基本的にあると。まあ、そう考えると、やっぱり必然的にね、まあ、自分と違う性別の、つまり女性という生き物に対しての興味関心っていうのは、まあ、これはもう無意識のうちにあるんですよね。ただそれはある意味本能的なものであってね、やっぱりこう人間として社会生活を営む生き物としての人間としては、愛情の対象としてはあなたであって、まあ他言ってみればこれは性欲の対象として女性に目を向けることはあるけども、でも一番大事なのはあなたであったりするわけだから。だって他の女のことを見たりとかね、他の女とちょいちょい仲良くしたところでちゃんとあなたのところに帰ってきてるわけでしょ。だからあなたのことをね、嫌いだからそうしてるんじゃなくて、たまたまね、そうなってしまうだけなんです。まあ、それでもね、まあ、結婚してるにもかかわらず、どうしても他の女にね、目が行くというか、もう完全に好きになってしまうっていう、まあ、事故みたいなことは起こることはある。それは、過去ね、こういう動画の中でもご紹介させていただいたので、まあ、これはこれでね、こういうケースが発生しないように、ちゃんとね、注意をしましょうという話は、この動画の中でもしているので、リンク先はね、ここに出てますから、まあ、こちらを見ていただくとわかるんだけど、まあ、他の女にね、まあ、どんなに、こう、状況が、固められていたとしてもね、やっぱり目が映ってしまうことはあるんです。ただ、繰り返しますけど、あなたのところにちゃんと帰ってきてるんだったら、それはそれでね、許してあげて、そして、そこでね、まあ、他で子供を作ってくるとかね、まあ、他の女の子を抱いてくるだったら、これはもう全然話にならないから、全然ね、もう本当にケツを蹴飛ばしてどっかにほっぽり出せばいいんだけど、まあそうじゃなくてね、まあちょいちょいあの子可愛いんだとか言ってるとかね、こうちょいちょいこう車運転しながらもね、歩いてる女の子のことをね、こう見ていくとかね、まあそういうことをやるぐらいはあるから、みんなね、お前はどうなんだっていうふうに聞かれることもありますけど、まあ僕もないとは言えないのでね、まあ男の人はみんなそうだということなので、そこは気にしないというふうに思ってください。さあ、そして4番目ですね。これさっき2番目のところでも言いました。よくわかんないマウンティングをね、あなたに取ってくるんですね。よくわかんない、あなたがね、例えば仕事でこういう成果を出しましたと、ね、まあ褒めてもらいたいなと言ったにもかかわらず、いや、俺なんかね、こういうことやったよとかね、まあ私、こういうことできましたとかね、あなたがちょっとこう彼に褒めてもらいたいと言っただけなのに、いや、俺はね、もっとこういうことはできたからとかね、私今度こういう友達できたんだ、いや、俺の友達なんかこういう人やとかね、なんだこいつはっていうふうにね、思うことあるでしょ。これはね、男同士でもあるんですね。何なのかなとか思うんだけど、おっさんになればなるほどね、こういうことするんだよね。これ、あなたのことを嫌いだからそういうことするんじゃなくて、あなたのことを褒めたくないからじゃなくて、やっぱり自分の方が上でいたいんですよね。だから、常にこう自分が下になりたくない、下になると負けっていうふうにね、思ってる。特に、年を重ねて、ある程度こうね、社会的な地位や立場っていうのがこう出来上がってくるとね、また自分の経験にある程度こう自信を持ってきたりすると、やっぱりこうちょっとね、しかも身近な相手じゃないですか。身近な相手がね、俺より上っていうのはちょっと許さないわけですよね。いや、上も下もないんだけど、本当は上も下もないのよ。上も下もないんだけど、彼の中では上か下かっていうことがね、結構大事で、まあよくあるようにこう女の人はね、こう年齢差があったとしても割とこうフランクに話をしたりとか、まあ多少ね、そんなに大きな年齢差じゃなければ。まあ、あんまりね、敬語使わずタメ口だったりとかね、するじゃないですか。まあ、一方で、まあ、全員と敬語っていう場合もあるとは思うんだけど、男の人の場合はね、1歳でも年上だったらね、まあ、年次が1個でも上だったら敬語になって、1個でも下だったらね、タメ口になったりとか、まあ、そういう、こう、よくわかんない上下関係ってね、すごく好きだし、まあ、そういうところにいる方が男の人は安心するからね。だから、その中でも極力上にいたい。だから、それをあなたに対しても同じようなことするんですね。だから、それは、あなたが嫌いだからそういうことするんじゃなくて、あなたを認めてないとかね、褒めてないからそういうことするんじゃなくて、まあそういう特性が男の人にはあるんだということ。そういうことしても、あなたのことを嫌いであることには変わりはないということは、覚えておいていただいてもいいのかなと、思います。さあ、そして、5番目ですね。最後。これはね、よくやりますね。好きじゃないふり。いや、俺は本当はお前のことなんか好きじゃないんだとかね。まあ、そこそこね、まあ、お付き合い成立してればいいんでしょうけど、お付き合い成立する前とかね、別に俺の方からなんかご飯誘うのもなんだかなとかね、あなたが声かけても、いや、ご飯行こうよって言ったら、まあ、いいよ、行ってもいいよとかね、まあ、本当は行きたいくせにね、
まあ、よくわかんない態度を、示す。まあ、そういう男はね、どうすべきかって話は、まあ、これも下ね、過去にね、こう、好き酒男子みたいなね、よくわかんないおっさんいるんでね、めんどくせえなとか思いながらも、一応対応策はね、こういう形でご案内差し上げてるので、リンク先はね、こちらに出てるので、こちら見ていただければいいんだけど、まあ、これもさっきのね、マウンティングというところに若干繋がってくるんだけど、やっぱりこう、自分が好きって言ったら負けとか思ってる人ってね、いるんですよね。バカじゃないのとかね、思うでしょ。バカだから。ね、アホかなと思うでしょ。アホだからね、本当に。勝ち負けじゃないんですけどね。まあでも、これはね、実は女性にもそういう風に考える方が結構いてね。好きって言ったら負けとかね。好きになったら恋愛はダメ、みたいなね。いや、全然関係ないからね。本当は。でも、それでもそこにこだわる男の人って特にね、アラフォーぐらいの世代になってくると、多かったりするので、まあ、ね、こういう男なんね、と。まあ、でも、あなたのこと好きっていうのが、ある程度、こう、態度の中から分かっているんだったら、まあ、大丈夫、大丈夫、いいよって、あなたがちょっと大人になってね、少しお姉さんとして、まあ、ガキが拗ねてるというぐらいのね、感覚で、まあ、ちょっとリードしてあげると、まあ、あなたのことちゃんと聞くようになるので、まあ、そこでね、ちょっとこう、感じ悪い態度を取ったからといって、心折れることなく、こういう態度を取りたい人なんだ、というふうにね、思ってあげて、お付き合いしてあげていただければいいのかなと、思います。ということでね、5つご紹介をさせていただきました。それぞれ、まあ、ちょっとね、どうなんだと思うことっていくらでもあると思うんです。ただ、これは彼はそういうことをやるけど、あなたのことを嫌いでやるわけではなくて、好きだけどやってしまうということ。だから、これを全て許せっていう話じゃないですよ。だから、これをね、見て、そういう人だったら私無理。だったらそれはね、僕は無理でいいと思います。ただ、残念ながらね、ほとんどの多くの場合ね、アラフォー男性の多くはこうなんで、こうじゃない人を探すっていうのはね、ちょっと難しいのかなと思うので、逆にまあこういうことがあってもね、ある程度寛容になってあげること。まあそこはね、まあ彼は彼でこういうところを直していかなければいけないので、お互い歩み寄りっていう話にはね、いつも言うようになるんだけど、まあこういうもんだよねと。だからそれでも本当にね、許せないことがあるんだったら、まあそれは、それでね、しゃあないなっていうふうにあなたが選択をすればいいだけだし、まあこれぐらいだったらまあいいかと。まあ思えるんだったらそれはそれでね、またそういう選択をすればいいと。いうことで、まあ、最後の選択肢はね、あなた自身にあると。ただ、彼はあなたのこと好きでいてくれてるということはね、もしあなたが実感できているんであるならば、そこはね、忘れないであげてほしいなと。まあ、その前提で、関わってあげていただくと、まあ、いろいろね、あなたの選択肢っていうのも、まあ、いろいろな形で考えることができるのかなと、思うので、まあ、ご参考にしていただければね、ご参考にしていただけると、いいと思います。そんなところでしょうか。現場からは、以上です。